こんにちは、エルです。早速、今日の症例報告をやっていきたいと思います。この動画では、実際に医学雑誌に掲載された興味深い症例報告を紹介しています。最後に参考文献を掲載していますので、画像等に関しては元文献を確認お願いします。症例は50代男性です。小児期から慢性的に便秘で、歓迎薬を内服し、排便は週に1回程度でした。1ヶ月前より歓迎薬を自己判断で中止したところ、排便がなく腹部膨満感が出現したため受診しました。嘔吐、腹痛、体重減少、食欲低下などは認めませんでした。腹部診察では全体的に膨隆があり、圧痛は認めませんでした。 CT 検査では S 状結腸から直腸にかけて内部に大量の便解とガスを含む拡張を認めました。下部消化管内視鏡検査では閉塞起点も認めませんでした。バリウム注腸検査で下部直腸の狭小化と S 状結腸の拡張を認めました。以上を踏まえて手術が施行されました。低位前方切除術及び下行結腸と残存直腸の吻合が行われました。切除標本の病理学的検査で直腸の神経繊維の肥大および神経節細胞の欠損を認めました。診断はヒルシュスプルング病です。ポイントです。ヒルシュスプルング病は腸管の神経節細胞が先天的に欠損することで、前動機能不全と内腔鏡消化による腸管閉塞が起こる病気で、基本的には小児領域の疾患です。神経節細胞の欠損領域の範囲の大きさが重症度に関連し、症状が軽度の場合には成人後に診断される症例もあります。臨床症状としては慢性的な便秘や腹部膨満、嘔吐が代表的です。直腸生検、バリウム注腸検査、肛門直腸内圧検査が診断に有用で、根治のためには手術が必須です。参考文献です。本日は以上になります。